なんかさ、もうこの時間さ、俺もベロンベロンの予定だったわけ。だからさ、お酒もあんまり買ってないわけ。シャキッとしちゃっててさ、もう帰れんじゃないかな、このままみたいな感じで。そう、全然ビール飲めなかったからね。飲みすぎて頭痛いみたいな感じになってるはずだったんだけど。さあ、ここだね。すごいね。帰ろう帰ろう。そのまんまでいられるってところが。やっぱ今度2泊だね。よし、コンビニ行って何か買ってくる。いやすごいね。うわーすごいね。よし、じゃあご飯が来る準備しよう。うん、はい、はいはい、お疲れ様でした。このね、東京ディズニーリゾートのタンブラー、コーヒー用の、コーヒーじゃねえ、ビールを。お、ちょうど350入るな。よし、乾杯乾杯。あ、あと15分後でルームサービスが来ます。やったらどうする？ルームサービスが来ます。乾杯。パパだったらどうする？何もしないよ。何もよ、何もよ。今日もフェスがいいな。今日フェス、もうさ、このくらいの時間にはさ、だいぶ酔っ払ってるつもりだったのだけど、なかなかディズニーね、ターキーのお店とかすごい並んでてですね、あのビール買えない。それよりも乗り物たくさん乗ってね、だからもうビール一杯しか飲んでないね。だからもう元気まんまということで、ワインまで買っちゃいましたよ。あー、うまい。疲れた。ああ、もうゲームやってんすか？何やってんすか？プラズン3。今日は乗った中で一番面白かったの？ありません。プーさん？ありません。そうなの。バズライトがすごい、一万何千点とかすごい点数出してたよ。発射点。いやー、もう子供たちみんな初めてのディズニーなんで。はい、今ルームサービス持ってきていただきました。これが天丼？天丼もね、卵使ってないんだよ、これ。すごいんだよ。いや、
食べたい。おー、うまそう。ねえねえねえ、食べたい。で、あと、パパ今すぐ食べたい。うどん、天ぷらうどんと、あとピザは私、ペペロンチーノなんか蜂蜜と、なんだっけ、ハバレのソースがあるって言ってたね。すごい。で、ちゃんとアレルギーのね、使ってませんっていうのを、ちゃんと説明してくださって帰ってくれました。ありがとうございます。結構ないい金額だけどね。はい、食べましょう。今10時21分。よし。じゃあ準備します。あ、ということで疲れたんでね、これで今日は終わりにしたいと思います。ディズニーホテル滞在、ルームサービス。最高だよ、これ。もうディズニーこういうスタイルでしか来れないね。子供がいるうちはかな。よし。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バモノブヒルドチャンネルですよ。